LG クリスラン・シーガーはアメリカ合衆国の漫画家である、ポパイの作者として知られる。ミシシッピカ藩の小さな町、イリノイ州チェスターでユダヤ人家庭に生まれ育つ。幼少時は便利屋の子として住宅塗装や壁紙張りなど父の仕事を手伝った。その一方でドラム裁きにも定評があり、地元の劇場で映画やボードビルの伴奏を務め、 ついには、チェスター・オペラハウスで、映写技師の職を手に入れることとなる。しかし、18歳にして、漫画界の転向を決心。オハイオ州クリーブランドの WL ・エバンズから、漫画についての遠隔教育を受ける。仕事が終わってからというもの、午前3時まで、漫画家修行に精を出したという。イエロー・キッドや、バスター・ブラウンの作者である。 リチャード F ・アウトコールトと出会ったシカゴに転居。アウトコールトがシカゴヘラルドを紹介したこともあり、1916年3月12日、同志にて初の連載漫画、チャーリー・チャップリンのドタバタ喜劇がスタート、念願の漫画家デビューを果たす。連載は1年強続いたが、ついで1917年、トンバのバリーを連載するに至る。1918年には、 ウィリアム・ランドルフ・ハースト率いるシカゴ・イブニング・アメリカンへ移籍し、中返りの連載が開始、同年ミルトル・ジョンソンと結婚し、二子を設けた。1919年10月、同年のワールドシリーズに赴き、スポーツランで8枚の漫画を書き上げる。イブニング・アメリカンの編集長であるウィリアム・カーリーは、シーガーがニューヨークでも成功しうると踏んだため、キング・フィーチャーズへ送り込み、 以後同社で長らく執筆活動を続けることとなる。1919年12月19日、ニューヨークジャーナルのシンブルシアターにて連載を開始。オリーブオイルやカスターオイル、ホラスハムグレービーが登場する。この作品は約10年にわたり人気を博す。1929年1月、カスターがダイス島へと航海を行うため水夫を探していたところ、 造船所のそばで、ポパイというロースイフと出会う。最初のセリフは、水兵であるかどうかを尋ねられた際に発した、私がカウボーイに見えるかいであった。当初は脇役に過ぎなかった、ポパイも、やがては現在まで続く、人気スターとなってゆく。なお、この他に、シーガーが生み出した人気キャラクターとしては、ジェイ・ウェリントン・ウィンピーやジープの友人などがある。年には、 ィーンの連載を開始。サッポはシンブルシアター日曜版の人気連載漫画となった。長期にわたる病気療養を経て、カリフォルニア州サンタモニカで白血病と肝臓病により死去。43歳ボー死後数十年が経過した頃からリバイバルブームが起こり、その講師となったのはウッディ・ゲルマンのノスタルジア・プレスであった。ロバート・アルトマン監督のアクション映画。 ポパイはシンブルシアターでの連載を原作としており、ジュールス・フェイファーの脚本は1971年にノスタルジア・プレスが刊行した1936年から1937年までの作品集の復刻版に基づいている。2006年にはシンブルシアターでの連載をすべて網羅した6巻組の復刻版を初めて刊行。 全国漫画家協会は1971年から1999年まで、エルジー・クリスラー・シーガー賞を制定。協会のウェブサイトによると、同賞は漫画界において独特かつ顕著な貢献を行った人物に贈られるもので、これまで、チャールズ・シュルツ、ビル・ケーン、アル・カップ、ビル・ガロ及びモート・ウォーカーが受賞している。2012年には、 作家のロジャー・ラングリッチと漫画家のブルース・オゼラが、ポパイの限定版を、イデューより観光。1977年、シーガーの郷里であるイリノイ州チェスターは、彼の栄誉を称え公演にその名を冠した。公演には6フィートのポパイ像がしつらられ、1980年以降毎年、ポパイピクニックと称して、映画祭などが行われている。2006年には、 街中にシーガーが生み出したキャラクターの銅像を設置する計画にも着手。風ボ公園にウィンピー像が建てられたのを皮切りに2007年にオリーブオイルやスー・イー・ピー・ジープの銅像がランドルフ群長に2008年にはブルート像がブエナビスタ銀行の正面に完成した。この他2009年にカスターオイルと気まぐれメスドリ、 バーナイスの銅像がチェスター記念病院に立つこととなる。なお、11体の銅像がシーガー生誕125周年にあたる2020年まで毎年1体ずつ完成。同年にはシーガーの共造も立つ予定。町が発行した地図によると以下のようになる見込み。ありがとうございます。